テレトビズ。知的財産や企業買収などビジネス分野の裁判を集中して扱う日本初の裁判所、通称ビジネスコートが10月11日から業務を開始することに伴い、裁判所の内部が報道陣に公開されました。ビジネスコートは特許など知財関連を扱う知的財産高等裁判所と東京地裁の企業買収や倒産などを扱う専門の部署を一箇所に集めたもので、グローバル化、複雑化するビジネス分野の紛争に対応する狙いです。また裁判手続きの IT 化にも対応します。それでは本日第2回の審理を始めさせていただきます。裁判所内にはこれまで限られた場所でしかできなかったウェブ会議の活用をより広げるため、専用のブースが複数設置されます。経済がグローバル化していて、そうすると取引自体が国境を意識せずというか国境を越えていくということがあって、そうすると紛争も国境を越えてまいります。ビジネスコートというのはそれをその国際的に通用するような情報だとか知見だとかいうものを関係する専門部署を集中することでお互いに共有して、問題意識も同じような方向を持ちながらそれに対応していくと。民事司法制度そのものの国際競争力も高めていきたい、それによって日本の経済も支えていきたい